マイル王を狙うにはぜひとも結果を出したい前哨戦であります。スタートを切りました。17頭、9番日本ピロキーフ。スタートのタイミングが合わなかった。果たして先頭に行くのは、先手を取ってトゥードジボン、その外エーガン、2番スパイダーゴールド、外から1頭ノースザワールド、その後ろでやりましょうか。13番セッション、そのうちビアストニッシド、それからアリストテレス、3番セリコス、14番ソウルラッシュがこれを追う展開になりました。その外にクリームファクシ、それからリューベック、そしてその後ろからソーバリアント、それからもう1頭16番ボルダコフスキー。ゴールまであと 800m だ。そのうちからはエアロロノア、トランキリテが、その後ろ10番コレペチトール、そしてしんがりから日本ピロキーフでやります。17番エイアンが先頭です。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くピンクの帽子はエイアン、外から何が来ているのか、ソウルラッシュか、頑張る頑張るエイアン、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭エイアン、しかし差はそれほどでもない。外ソウルラッシュが来ている。並ぶか並ぶか、ソウルラッシュ捉えるか、ソウルラッシュ日本ピロキーフ懸命に追う。ソウルラッシュ1着、1番人気に見事応えました。14番、2着、3番、3着、7番以上のように確定しました。スタートを切りました。17頭、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。13番セッションが先手を取りました。ウィアストニッシドが追いかけます。その外スーッとエーアンが上がっていきました。その後ろ3馬身くらいあってノースザワールド、それからトゥードジボン、そして6番手に2番スパイダーゴールド、それから11番アリストテレス、セリフォス、外を通りまして12番ソーバリアント、これが1番人気のソウルラッシュ、松山騎手この手応えはどうか。そのうちからはエアロロノア、ゴールまであと 800m だ。それからもう1頭4番リューベック、15番クリームファクシ、日本ピロキーフがそのうちにいます。ボルザコフスキーがその後ろ、8番トランキリテ、1番後ろにコレペットールであります。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行くのは17番エイアン、怖い馬が来た。15番クリームファクシだ。クリームファクシ捉えられるか。前の馬1番内エイアンが粘っている。クリームファクシ先頭に立った。ソウルラッシュが内からかわすか。トランキリテ懸命に追う。1着クリームファクシ、2着ソウルラッシュ。14番、3着、3番以上のように確定しました。マイラーズカップ17頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。花を切ったのはエイアン、トゥードギボンがそのうちにいます。それからノースザワールド、2番スパイダーゴールドが上がってまいりました。その外13番セッション、ビアストニッシド、それからアリストテレス、3番セリフォス、ソウルラッシュ、オレンジの帽子が馬込みで入れています。そのうちからはリューベック、エアロロノアが並んでいっています。それからもう一頭12番ソーバリアント、日本ピロキーフがかわしていきました。そしてその後ろから15番クリームファクシ、内を通ってスルスルとトランキリテが上がっていきました。10番コレペツトール、外を通って16番ボルザコフスキー、依然先頭エイアン。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くピンクの帽子はエイアン、懸命に手を動かして藤岡とトゥードジボン、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からはトゥードジボン、2番手にトゥードジボン、粘った粘った。エイアン、セリフォスが2番手、外をついてソウルラッシュが来ている。ソウルラッシュがかわした。トランキリテが3番手、どっちだどっちだ、セリフォスかソウルラッシュか、ほとんど同時です。2着、3番、3着、8番以上のように確定しました。ス
タートを切りました。17頭まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、トゥードギボンがかわしていきました。その外にノースザワールド、エイアンが上がってまいりました。それからセッション、ビーアストニッシドがそのうちにいます。そしてその後ろから2番、スパイダーゴールド、14番、ソウルラッシュ、オレンジの帽子が馬込みで入れています。まもなく第3コーナー、それからこれも人気を集めております、3番セリフォス、その外からは11番、アリストテレス、エアロロナー、コレペットールがその後ろ、それから12番、ソーバリアント、バラバラになっています。その外15番、クリームファクシ、内を通りまして8番、トランキリテ、外を通って16番、ボルザコフスキー、4番、リューベック、一番後ろに9番、日本ピロキーフであります。京都のスタンドが揺れています。先頭を行くピンクの帽子はエイヤン、ソウルラッシュも追い込んできた。さあ先頭はエイヤンが4馬身リード、ソウルラッシュ捉えられるか、セリフォスが差を詰めてきた、このまま粘れるか、エイヤン捉えるか、ソウルラッシュ先頭、松山とソウルラッシュ、日本ピロキーフ懸命に追う、セリフォスかソウルラッシュか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。14番、2着、3番、3着、8番以上のように確定しました。さあ飛び出した17頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。ノースザワールド思い切って先行策、内を通って1番、トゥードジボン、エイヤン外から行こうというところ、そして4番手に6番、ビーアストニッシド、外を通りまして13番、セッション、それからスパイダーゴールド、アリストテレス、ソウルラッシュが並んでいます。まもなく第3コーナー、そのうちにセリフォス、そしてその外にエアロロノア、それから12番、ソーバリアント、内を通ってスルスルとリューベックが上がっていきました。それからもう1頭15番、クリームファクシ、そしてその後ろからボルザコフスキー、そのうち日本ピロキーフ10番、コレペットール、一番後ろに8番、トランキリテであります。エイアンが先頭です。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。さあ先頭はエイヤンが粘っている間から1番、トヨドギボン、懸命に手を動かして、松山とソウルラッシュ先頭、エイヤン、しかし差はそれほどでもない、かわしたソウルラッシュ、トランキリテが襲いかかる、トランキリテ先頭に立った、ムチが飛んでいる、ソウルラッシュ、トランキリテ一着してやったり、竹豊まんまとして天才にやられました。1着8番、2着14番、3着3番以上のように確定しました。